こんにちは、明治東京大学薬学部の遠山と申します。本日は薬学部の施設紹介をいたします。それではどうぞ。ここが明治東京大学薬学部のエントランスになります。1階エントランスを進んでいくと生薬の標本棚があります。その奥には休憩コーナーがあり、自由な憩いの場となっています。ここは模擬薬局です。5年生になると病院や薬局での学外実習があります。その前にそれらの施設を再現した空間で学ぶことができます。ここは学生実習室です。薬学部棟には2階から4階まで同じ広さの実習室があります。基礎的な実験から臨床薬学実習まで様々な実習が行われています。広々とした空間でのびのびと取り組むことができます。ここは共同機器室です。4階と1階には主に物理化学系の分析装置、3階には生命科学の最新の研究機器が設置されています。卒業研究や学生実習にも活用されています。ここは講義室前です。講義室の前は空中廊下につながっていて、広峰山の麓につながる講義棟などキャンパスの全景、さらに姫路市街地まで見渡すことができます。ここは講義室の中です。この講義室では最大130人が講義を受けることができます。前方中央のスクリーンに加えて後方に2面のプロジェクターが備え付けられています。高学年になると研究室配属になります。配属された研究室でそれぞれ卒業研究に取り組みます。薬学部棟は自然の地形を生かした生態園と薬用植物園に囲まれています。四季を通して落ち着いて学ぶことができる環境です。いかがでしたでしょうか。興味を持っていただけた方はぜひ薬学部の見学やオープンキャンパスにいらしてください。今日はありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、コメント、また